はい、こんにちは、しやすかです。心の理解をみんなの幸せへということで、心理学講座の第76回になります。はい、前回のまとめです。視線が偏り始め、魅力的だと感じる感情が徐々に増していく現象を、視線のカスケード現象と言います。つまり、人は好きだから見るというよりは、見るから好きになるという傾向が強いとも言え、単純接触効果、ザイアンスの法則、ですね、見れば見るだけ好意を抱きやすいという法則を説明する現象としても言われているというお話をしています。はい、ご視聴感謝してます。今回第76回のテーマは目は心の窓というテーマです。ぜひ最後までご視聴ください。はい、今回は3つですね。視線と魅力の関係、そして視線と認知的枠組みの関係、そして目は心の窓ということでご紹介していきたいと思います。はい、まず視線と魅力の関係ということで、ある対象物を上から見るのか下から見るのかですね。まあ、上から見るっていうのはなんか上から目線っていう感じでですね、上から見られるとこう人っていうのは嫌がりますよね。逆にこう下から見るとこうなんか謙虚っていう感じでですね、まあ、逆に自分が見上げてもらっているので非常に気持ちがいいという、こう同じ対象なんだけど上から目線なのかそれとも下から目線なのかで魅力っていうのは全然違うということですね。それから対象物を前から見るのか後ろから見るのかということで、こう前にデータがある人っていうのはやっぱりこう自信があるんですよね。こうどっかこう見てほしいというところがあります。逆にこう後ろに下がる人っていうのはやっぱり自信がないとか、あんまりこう見られたくないとかね、恥ずかしいというのが強かったりするわけですね。だから何か場所に行った時にいつもいつもこう前に行く人っていうのはどうしてもね、自分の心の中の、まあ、自己重要感を満たしたいとか自信があるとかね、私を見てほしいっていうのがやっぱこうあるわけですよね。逆に後ろにっていう行く人っていうのは自信がありません、見ないでくださいっていうのがこう自然とこう出ると。でどっからものを見るのかっていうのでも全然変わってくるということですね。もしくは対象物を左から見るとか右から見るっていうことで、ある対象を左から見ると結局左目を使うわけなので右脳ですよね。イメージとか感情とかっていう脳の方が刺激されますよね。基本的に脳と体っていうのは反転にしてますので、左目で見てるってことは右脳が活発化している、感情とかイメージが活発化しているわけですね。逆に右から見るってことは右目を使っているので、反対の左脳ですよね。言葉とか論理とかで物を見ている、そっちの脳、左脳の方が活発化しているわけです。だからどっちから見るか、上から見るか下から見るか、前から見るか後ろから見るか、それからとも左から見るか右から見るかによって、同じ対象を見ていても視線の向きによって相手に感じる魅力が変わると。そしてそれが脳内の活動領域の変化につながるっていうことが科学的に分かっているということですね。で、認知的枠組みの実験ということで、認知的枠組みを与えられた場合見方は変わるのかということです。で、実験があったんですね。同じ1枚の絵を見てもらうといった時に、自由に観察してくださいっていう時の目線の動きと、絵の人物の経済状態を予想してくださいという前置きを置いた上で絵を見てもらった場合と、絵の人物の年齢を予想してくださいっていうふうに前置きが置かれた場合で絵を見た場合、まあそれ以外でもたくさんですね、前提がいろいろこう6パターン7パターンってあったみたいなんですけど、まあ、そういうふうにこう前提、なんか枠ですよね。一つの枠をはめられた時に、そのものの見方ってどれぐらい変わるのかと、視線が変わるのかといった実験があって、で、見る前の指示が違うと視線の動きが全然違うということが科学的に分かっているということです。だから外からなんか見る時の枠っていうのを当てはめられると、その人っていうのはその目線に影響を受けるということですね。で、視線と認知的枠組みの関係ということで、本当は今回のご紹介した実験のように外から枠組みが与えられなくても、人っていうのは心の内側にみんなそれぞれの人が枠を持ってるんですね。もうすでにもう心の中に枠を持ってるわけです。それで認知心理学者のソルソという人が、まあ、こういうことを言っています。
心の中にはすでに現実世界に対す関する複雑な認知的仮説が作られていて、要するに世界というのはこういうものだという仮説をみんな心の中に持ってるんですね。でそれが意識的にしろ無意識的にしろ中止とその持続時間をコントロールしていると。でその自分の心の中にある仮説に従って何を見るか、そしてどれぐらい見るかっていうのをコントロールしているということです。心が視線っていうのをコントロールしているってことですね。である対象を見ようとする中に、すでに心の中に何らかの認知的枠組みを持って、要するに自由に 見よう、物事を自由に見ようとかね、経済状態を見ようとかね、年齢を見ようとか、なんかこう枠組みをね、人から与えられなくてもみんなこう持ってるわけですよね。宇宙に対しての枠組み、世界に対しての枠組み、日本に対しての枠組み、物に対しての枠組み、お金に対しての枠組み、人に対しての枠組み、みんな持ってるわけです。それぞれの人がそれぞれね、宇宙ってこんな場所だとかね、世界とはこんな場所だとかね、物ってこんなものだとかね、お金とはこんなものだとかね、人間っていうのはこんなものだっていう枠組みを持って観察してるんですね。でその枠組みに基づいて見るというのの制御が行われているということです。人っていうのはそれをね、意識的にしろ無意識的にしろ1日24時間365日、やり続けているということなわけです。つまりありのままの宇宙を見ているのではないとね。私たちは生きている人でですね、ありのままの宇宙を見ている人っていうのは実は誰もいないわけです。なぜかっていうと心があるから。そしてその心が、それぞれの人が認知的枠組みですよね。宇宙ってこんな場所、世界ってこんな場所、社会ってこんな場所、人生っていうのはこういうもの、物ってこういうもので、お金っていうのはこういうもので、人間っていうのはこういうものなんだっていう枠を持って物を見てるから、誰一人としてね、ありのままの宇宙っていうのを実は見てる人はいないわけですね。だから人っていうのはその心の中に認知的枠組みを持ってるから、心の中で見たいと思うものを見てるわけです。で、見ても心の中の枠組みに沿って見るわけですね。枠組みに合ってる合ってないっていうので見るわけです。もし自分の心の枠組みに合ってるものを見れば正しいと思うわけですよね。心の枠組みに合ってないものを見れば間違ってるっていうふうに思うわけです。そして心に沿ってどれぐらい見るかを決めているということですね。心の中で見たいと思うものを見て、見ても心の中の枠組みに沿って見て、そして心に沿ってどれくらい見るかを決めているということです。これは今回は心理学講座なんですけど、仏教の中で唯一施設っていう考え方があって、仏教最高の理論体系っていうふうに言われてるんですけども、その唯一施設っていうのは感情を見るとただ識のみということで、ただ認識だけですと。すべては認識によって生まれているっていう考え方が唯一っていう考え方なんですけど、まさにこの仏教の有意識と今回の心理学のテーマっていうのは同じことを言ってるわけですね。人っていうのは自分が見たいものを見て、見たいように見て、でどれぐらい見るかを全部自分の心が無意識に決めてるわけですよ。だから自分が見たいものを見て、ね、そして見たいように見てるのに喜怒哀楽をやってるわけですよね。喜んだり悲しんだりね、その快楽感じたり苦痛感じたりっていうのをやってるわけですよ。だからね、ちょっとこう離れた第三者ってこう冷静な客観的な人から見ると、なんかねもうお笑いっていうかこう喜劇なんですよね、私たちの人生っていうのはね。だってあなたは自分が見たいものを見て、そして見たいように自分が見たいように見て、そしてどれぐらい見るかっていうのも全部自分で決めてるのに、その自分が決めている脚本の中で、ね、喜怒哀楽を感じたりね、快楽を感じたり苦痛感じたりね、不安や恐怖を感じてるわけだから、おかしいっていう感じなんですよ。そのちょっとね、かなり遠くから見たる、ね、観客から見ると、なんかもうお笑いっていうかこう喜劇なんですよね、私たちの人生っていうのはね。もしその人生が嫌なんだったら、見るものを変えればいいじゃないと。ね、あなたが見たいものを見てるんだから、見たいものを変えればいいじゃないかっていうことなわけですよ。でも本人は、ね、自分はありのままに宇宙が 見えているっていうふうに思ってるわけです。本人はね。要するにこう認知的枠組みっていうのが意識じゃなくて、無意識にあるものだから、ね、自分はありのままの宇宙が見えてると思ってるので、みんな同じ宇宙が見えてるっていうふうに思ってるわけですよ。でも実際は違うんですね。心が枠を持ってて、その枠に従って自分は見たいものを見て、見たいように見て、どれぐらい見るかっていうのも全部決めている
わけです。だから、ね、その見てるものに文句を言うんじゃなくて、ね、その見るっていうのを決めている心を変えるしかないわけですよ。心が自分が何を見て、どのように見て、どれくらい見るかっていうのを決めてるわけなので、心が変わらない限り見るものも変わらないし、見るものに対しての解釈も変わらないわけですよね。何を見てるかが問題じゃなくて、その見るっていうものを決めてる心の方に問題があるわけです。だから心が変われば当然見るものも変わるし、見たものに対しての解釈も変わるし、どれぐらい見るかっていうのも当然変わりますよね。だから全ては心、そして心が生み出す認識のみなんですね。全て、私たちの人生というのは全て認識によって作られているというのがこの有意識という考え方で、まさに心理学と仏教というのは、実は同じことを言っているということです。人というのは見ているものに文句を言って、で心の方は向き合わないわけですけど、実際は逆なんですね。心が全部決めているわけですよ。心が見たいものを見せて、そして見たものに対して心が解釈を下して、そして心に沿ってどれぐらい見るかっていうのを決めてるわけだから、ね、自分が住んでる場所とかね、やってる仕事とか、自分が会う人の文句を言うのでなくて、それはね、それはもう自分の心が決めてるわけなので、心が変われば、ね、何を見るか、どのように見るか、どれぐらい見るかっていうのは全部自動的に変わっていくわけです。だから心、そして心が生み出す認識のみということです。心が変われば当然見るものも変わる、どのように見るかも変わる、そしてどれくらい見るかも変わるということですね。で、目は心の窓ということです。視線のカスケード現象というのを前回やりました、ね、視線が偏って、ね、80% ぐらいこう見るようになると、それを魅力的だっていうふうにこう判断するっていうね、こうだん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 見るっていう行動そのものが相手への魅力っていうのをこう徐々に強めていくっていうのが、この視線のカスケード現象っていうことで前回やってますけど、見るものは心に影響を与えるんですね。見るものは心に影響を与えるわけです。だから一番最初に私たちが見たっていうのは当然親だったと思うんですよ。親を見て親の世界観っていうのを見てたと思うんですよね。で、それっていうのは当然心に影響を与えたわけです。三つ子の魂100までですよね、まさに。だから見るものは心に影響を与え、心は何を見るかに影響を与えている。だからもう目と心っていうのは直接つながってるんですね。もう双方向なわけです。鶏が先か卵が先かみたいな感じで、もう両方がもう同時進行で影響を与えている。見るものは心に影響を与え、心は何を見るかに影響を与えているんですね。で、見るものを変えれば心は変わりますと。で、心が変われば見るものが変わりますと。これも鶏が先か卵が先かなんですね。だから何を見るかっていうのはすごい大事なんですよね。私たちが日常ですね、どこに住み、ね、どんな場所に住み、ね、どんな場所に行き、何を見る、ね、人を見るとか、自然を見るとか、テレビを見る、新聞を見る、雑誌を見る、ね、インターネットの情報を見る、ね、何を見るかっていうのはすごい大事なわけです。見てるものっていうのが心を作ってるわけですね。で、心が見るものをまた作ってるわけです。だからこれも鶏が先か卵が先かです。だからもしどうしても心を変えたいっていうんだったら、もうね、見るものを変えていくしかないわけです。今まで見なかったものとか見てるものを変えていけば、自然と心っていうのは影響を受けて心が変わっていくと。で、心が変わっていけば当然今度は心がですね、自分の心の中の認知的枠組みは変わるわけですから、今度は見るものっていうのをまた無意識に変えてくれるということになるわけですね。全ては心、全ては認識によって作られていると。そして相手の目っていうのは、ね、目に関する慣用句っていうのはものすごく多いですよね。まあ、ここは今回はいくつか並べてみましたけど、こんなものではなくて、目に関しての慣用句っていうのはものすごく多いわけです。目が光る、目が散る、目が座る、目が点になる、目の色を変える、目を奪われる、ありますよね。まあ、いろいろあると思うんですよ。で、目が光るっていうのもね、相手の目が光ったっていうことであれば、もうそれは厳しい心の状態を表しているわけですよね。目が散るっていうのは落ち着きがない心を表している。目が座るっていうのは静かな怒りですよね。目が座るっていうのはなんか相手がお酒を飲んでね、ちょっとこう目線が変わるって感じですよね。それはね、ちょっと今日は本気で飲むぞみたいな、まあ、そういうこうなんか静かな怒りの心を、ちょっと今日はね、もう中途半端では終わらせないみたいな、そういったのを表してるわけですよね。で、目が点になるっていうのはまあ驚きの心とかね、目の色を変えるっていうのは真剣な心とか、もしくは目を奪われるっていうのは夢中になっている心とかですね。
まあ、心理学講座の中で言ったんですけど、笑顔っていうのはすごく大事なんですけど、実は目はですね、筋肉トレーニングではあんまり笑わないんですよね。目っていうのだけは本当に自分がここ、楽しさとか喜びを感じてる時じゃないと目は笑ってないんですよね。まあ、目は笑わないんですよ。その笑顔の練習をするって言った時にね、筋肉トレーニングとしてね、口角を上げるとかね、そういったことっていうのはできるし、それをずっとやり続けてると、なんかいつもね、楽しそうで幸せそうな顔になっていくんですけど、実は目は笑わないんですよね。目が笑う時っていうのは心が笑ってる時なので、心が本当に楽しいとか喜びっていうのを感じてないと実は目は笑ってないわけです。だから目が笑うためには逆に心が笑ってる必要があるんですね。なので、相手の目っていうのは実は相手の心を示しているわけです。だからね、日本人とかっていうのはね、相手の目を見ないわけですけど、相手の目を見ないと当然相手の心はわからないわけです。ね、言葉とかっていうのは一番こうごまかしが効くんですよね。相手がどんな人だったとしても、ね、言葉ではいろいろね、お世辞を言ったりね、することっていうのは簡単にできるわけですけど、実は目を見れば相手が自分に対してどういうふうに思ってるかっていうのは実は直接わかるということです。だから心を理解したい場合っていうのは目を理解すると、ね。だからやっぱり相手の目を見てね、コミュニケーション、双方向のコミュニケーションをするっていうことはすごく大事で、あ、今ね、この人退屈そうだなとかね、あ、今この人はすごくこう興味深く自分の話を聞いてくれてるんだなとかね、あ、この人自分のこと嫌いなんだなとか、あ、この人自分のこと好きなんだなっていうのは全部相手の目が教えてくれるということになるわけです。だから目イコール心、心イコール目ということですね。はい、今回のまとめです。人は心の中に認知的枠組みっていうのを持っているということです。心の中で見たいと思うものを見て、見ても心の中の枠組みに沿って見て、心に沿ってどれくらい見るかを決めているということですね。だから何を見るか、ね、どのように見るか、どれくらい見るかっていうのは全部心は決めているということです。見たものが心に影響を与え、心が見たいものを決めているということですね。そして目は心の窓ということで、心が目を決め、目が心を表しているというお話です。はい、次回は注意というテーマのお話の予定です。次回もどうぞお楽しみに。もし今回の動画がですね、あなたに何らかの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。